こんにちは、石崎です。いよいよ、交流戦。パリーグ本拠地での開催。セリーグ各チームに DH が導入されます。交流戦の一つの楽しみである、パリーグ投手が打席に立つこと、セリーグが DH で戦うこと、特にセリーグは今 DH 導入という意見もあることで、この DH ありでどういう戦い方ができるのか考えてみたいなと思います。 まず前提として、パ・リーグがどういう選手を DH で起用しているか。まあ、この表で見てもらえればわかる通り、DH では日本ハムしか大きなプロスを出せてわらず、大差はないと言えるのかなと思います。まあ、全体ですが、こんな感じになります。 オリックスはジョーンズの不振、もやが本調子ではないことも響いていたり、西武はベテランを DH に置いておりますが、今季ヒットがない西川選手を DH に入れたり、守備力が売りの鈴木翔平選手が入ったり、うまく使えているとは言えないかなと思います。楽天も本来期待の外国人選手が怪が、そしてまた調整に苦しんでいたり、右打者の不振、浅村選手、茂木選手、島内選手の起用でも用いています。 横尾選手が最も多く DH に入っていますが、18試合で1割9分1輪2、2塁打。グラシアルに関してはレフトで多く出場。ただ、デスパイネが2割2輪1本塁打、5、2塁打と、率、本塁打ともに伸ばせておらず、怪我そして国際大会へ。ロッテは井上選手の不振もあって、レアードがファーストで出場も、5月は2割9分3輪8本塁打と好調。また、好調の角中選手が DH として出場するケースもあります。 本来、井上選手や菅野選手が好調ならば、井上選手一塁、外野で菅野選手、DH レアードと固められると思いますが、まあそうはなっておらず、この二人が今はメインで起用されています。一方、ハムは開幕から多く近藤選手が DH で出場中。他の四種の攻撃面が課題で、近藤選手の長打力が光っていました。その中でワン・ボーロンが怪我から復帰し、1軍で出塁、長打、本塁打を見せ、4番としても出場中。 今、近藤選手が休養の関係で、ワン・ボーロンが DH ではありますが、現在この2人メインで運用しております。DH といえば守備につかないパワーヒッターというイメージがあるかもしれませんが、想定やイメージ通りの運用をしているチームが今のところはありません。その中でセ・リーグ各チームが DH を使うならどうするか。まず DNA。 個人的にはオースティンで想定しています。現在の数字は33試合で3割1分3輪、6本塁打、6二塁打、16打点、OPS9 割4分3輪。先日、ついに行った2番伊藤光選手。今季、キャッチャーが2番となることが、まあ、ある種トレンド的にもなっていますが、実際 DNA の中で適応力、粘れる力、選球眼を考えると、ぜひやってみてほしかったなと思う打順です。まあ、これから続けるかは不明ですが、個人的にはもっともっと見たいなと思う試合でした。 先日のスタメン、まあ、この試合は一発で多く点数を取ったんですが実際にこの中で DH を入れるとするならばオースティンかソトかなと思います。桑原選手、伊藤選手、佐野選手、オースティン、宮崎選手、ソト選手宮崎選手、ソト、牧選手関根選手、大和選手という,ようなラインナップが個人的には見たいところ。 上里選手が1割5分6輪、4月は1割5分7輪、5月が1割1分1輪。この状況で彼を起用するというのは厳しいでしょう。山下選手らも可能性はゼロではないんですが、消去法的に関根選手にもなるのかなと思います。細川選手や伊藤幸也選手らがアピールできていれば可能性もあったと思いますが、2軍でも無双という状態にはなっていませんので、考えにくいかなと思います。 そして中日ですが、個人的には石橋選手で予想。現在の数字が9試合で1割6分7厘、OPS3 割9分7厘。攻撃面は課題ながら、メンバーの入れ替えがない。もちろん打順のやりくり等はありますが、基本的に大きな変動がないことで違反も多いんです。この試合では、京田選手が控え、代打で福留選手がいるという状況ではありますが、アリエルが怪我でいません。この状況で誰を DH に置くか、こういう時にこそ石川選手や石垣選手らに頑張ってほしいと思うところではありますが、 石川選手が不調石垣選手もやっとワンダが出始めたという段階今年の首脳陣は入れ替えこそ少ないものの根尾選手や校調の木下選手を休ませて石橋選手を使ったり比較的若手を優先する傾向はあるのかなと思います、まあ、本来は岡林選手溝脇選手土上選手伊藤選手らの昇格はあるかなと思っていたんですが今のところそういう状況にはなっておらず批判も多いんです そうすると、このメンバーでやりくりするしかない中で、まあ今の2番京田選手か三つ股選手ということを考えると、大島選手、三つ股選手、福田選手、ピシエド、高橋周平選手、木下選手、安部選手、根尾選手、石橋選手か、木下選手 DH で石橋選手をキャッチャーにするか、 岡林選手らが一軍ならば、福田選手 DH、ライト岡林選手、レフトネオ選手といったラインナップも期待したかったんですが、まあそういうわけにはいきませんでした。代打等でしぶとい一打を放っている医療選手らも可能性はあります。まあただファンとしては希望を含めてネオ選手、岡林選手は見たいのかなと思います。といっても今昇格は考えにくいので期待を込めて石橋選手で想定します。 石橋選手はまだ1軍でそこまで結果とはなっていないんですが昨年2軍で53試合で2割9分4厘3本塁打17、2塁打22打点 OPS8 割1分7厘とツーベースマンになっていました今季も親子等が可能ならばスタメンで出ることもあって2試合の出場ではありますが当然のようにホームランを放っていますおそらく今中日の中で最も有望株と言われる選手希望を込めて彼で考えたいなと思っておりますそして広島 鈴木選手、長野選手、小園選手、庄水選手、菊池選手、八木選手、石原選手、大森選手がコロナ陽性。投手に関して今回は触れませんが、西川選手、磯村選手、松山選手が濃厚接触等、自主的に含めて抹消になりました。彼らがいつ昇格できるか、そもそも試合ができるか不明ですが、考えるなら、クロンかメヒア、もしくは希望を込めて林選手かなと思います。 本当に2軍で目双しながら、1軍でなかなか結果が出ていないメヒア。そして1軍で少しずつ結果は出てきていますが、まだまだ確実性に課題のあるクロン。今は何より試合を運用することが最優先になるわけで、キャッチャーでは中村昌聖選手、白浜選手、坂倉選手。内野手ではクロン、田中選手、曽根選手、上本選手、安部選手、堂林選手、三好選手、林選手、韮沢選手、矢野選手。 外野手では宇草選手、野間選手、曽根選手、堂林選手、中村翔成選手らも可能性があるというような状況です、まあ、こうやってなんとか回すしかない中、まだ1軍経験のない選手を2軍から割と無理やり上げるということもできなくはないんですが、まあ、かなり苦しい運用であることは間違いありません、まあ、いつ再開になるのかわからない中でオーダーを考えるとこんな感じでもあるのかなと思います。 高卒1年目のベスサンで7本塁打、19、二塁打放ち、2年目に試合数を減らしながら9本、16、二塁打と、さらに長打を増やした中で、手法としての期待を大きく、英才教育をされてきた林選手。この機会で彼が1軍で結果を残し始めていて、お試し的に4番起用もあるかもしれません。 基本的には2軍でファーストだと思っていましたが、今年は3塁起用もあります。メヒアを DH に置いて、林選手サード、クロンファーストという起用もあるのかなと思います。まあ、完全に未知数ですし、ほとんど根拠はありません。ほぼ願望です。とにかくコロナ感染の選手が無事に帰ってきて試合ができますように。そしてヤクルト。個人的に DH はサンタナで想像しております。 先日は右投手相手にも塩見選手起用、まあ、2番中村選手はともかく2番古賀選手というのがよく意図は分からないんですが3番以降は左右でバランスも整っていてかつ長打力含め怖い打線まだ青木選手が上がっていないことで今は6番ですし彼が2番にいて 本来の数字を残してくれるならば、もっともっと恐ろしい打線になります。まあ、沖選手が少しずつ打球が上がってきたとはいえ、若干打線を遮ってしまっている感は否めません。まあ、その中でも左右の関係もありますし、外国人選手の間に入れているのかなと思います。オスナも本塁打は少ないんですが、二塁打は出てきています。サンタナも守備課題は言われながら、打撃で結果、今はそこまで致命的とは思っていません。 今は山崎選手と塩見選手の併用になっていますが、DH を入れて2番中村選手を辞めるのであれば、塩見選手、山崎選手、山田選手、村上選手、オスーナ、青木選手、サンタナ、中村選手、西浦選手というラインナップになるのかなと思います。 少しずつ中村選手も冷えてきましたし山崎選手も絶好調ではありません塩見選手より山崎選手の、まあ、信頼のが高いのかなと思っていますが仮に山崎選手より塩見選手を優先するのであれば右3枚が続くこと左右を少し意識してきた今の体勢を考えるとここを気にする可能性が高いかなと思います塩見選手山田選手村上選手オスーナ青木選手サンタナ中村選手西浦選手山崎選手と今の打順から中村選手を下げてその他を1つ 一つずつ詰めて、9番に山崎選手を入れると、サンタナ、中村選手、西浦選手、全員右になるんですよね。個人的には左右をあまり意識せず、一つずつ上に詰めた打順が見たいんですが、そもそも村上選手4番を動かしたくなくて、2番中村選手が始まりました。とすると、山崎選手、中村選手、山田選手、村上選手、オスーナ、青木選手、サンタナ、塩見選手、西浦選手となるのが現実的かなと思います。 塩見選手を優先してもいいかなと思っていますが首脳陣評価的にそうなるかは考えづらいかなと思っております。そして巨人 坂本選手、梶谷選手がいない中で DH とするならばスモークかなと思います。梶谷選手のところに入った松原選手、さらに3番起用されている吉川選手が好調と選手層の厚さを感じます。本来は梶谷選手、坂本選手、岡本選手、丸選手、スモーク、テイムズと絶好調ウィーラーを全員オーダーに入れなかったんですが、それは今のところ叶いません。それでも相当な攻撃力を期待できそうで、スモークは何より両打ちで、打順のバリエーションも期待できる。 中島選手、重信選手。好調時期に抹消となり、復帰後ヒットが出てきていない勝木選手。そしてスモークが DH 候補。さすがに今の状態の亀井選手を DH にすることはないと思いますし、ファースト、中島選手、スモーク DH というところが現実的かなと思います。 本来、吉川選手のところに丸選手だと思いますが、丸選手の調子が上がらず、吉川選手が上がっていることを考えると、今は外さないのかなと思います。まあ、基本的なラインナップはこちらになるかなと思っていて、まあこれでも攻撃力は高そうですし、機動力も使えそう。まあ、最強ラインナップを見れそうだった2021年シーズン、怪我人、本当に痛いです。そして、阪神。 大山選手が帰ってきたことで DH オーダー相当強力になります。まあ、以前の動画でもお話ししましたが、候補はロハス、糸井選手、サンズ、マルテかなと思います。まあ、まずこれだけのバリエーションが考えられる時点で羨ましいわけで、大山選手のコンディション、佐藤選手の疲労考慮で DH という可能性もあります。 まあただ、2番の糸原選手も離脱というのが痛く、中野選手も状態は落ちてきてはいたんですが、休養も生きたか、復調気配。まあ、ただ、打順を変えるのは難しいところで、プランを考えるならば、梅野選手の前後にロハスか糸井選手か、ヨーカワ選手を入れる。2番に DH、糸井選手を入れる。サンズ、マルテの休養でヨーカワ選手を入れる。大山選手休養で、DH、大山選手。三塁、佐藤選手。ライト、糸井選手か、ヨーカワ選手。 まあこれだけバリエーションがあるというのが羨ましすぎる糸原選手の離脱、まあ、彼の存在は本当に感じますが中野選手、小畑選手は大チャンス、まあ、それでもこのラインナップ大変強力ですしすごく楽しみですパ・リーグうまく使えている球団が多いわけではないですし特に今季は計算外も多い セリーグもそこまで多くはないんですが、普段なかなか出場機会が得られていない選手、代打となっている選手はかなり大事になるかなと思います。普段と違う戦い、セリーグがどういう選手を入れてくるか注目したいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。